僕ね、あるもの見つけちゃったんですよ。グマイスター、ここです。ヒロです。川でキャッチボールした動画あったじゃん。あそこのコメント欄にまさかのヒロチャンネルのタイムカプセルを掘り当てたっていうコメントがあったんだよね。マジか。ヒロチャンネルさんのタイムカプセルと思われるものを掘ってしまったかもしれません。もしそうだったら本当にすいません。まあこの人たち YouTuber みたいな感じだよね。チャンネル登録お願いしますとかまで言ってるんで、まあ YouTuber って言いますけど、 YouTuber が掘り当てた詳細。そう、詳細ポチッと押したら僕らのチャンネルにその時の動画があります。売名してきた。その時点で怪しいと思ったんだけど、でもまあ半信半疑で見に行ってみたらさ、まさかのあったんですよ。でその動画見たらさ、一瞬で分かったよ。その公園だったし、真ん中に埋めたんだけど、ピンポイントで掘ってんだよね、そこ。コメントとか、YouTube とか見てる限りだと、わざとではないとは思った、俺は。ざっくり話しますけど、穴を掘ってブラジルに行くっていう。え、笑っちゃいけないよ。ごめんごめん。本気でそれをやってるのかもしんないし。いやもうガチでやってほしかったよ、でも。でさ、僕はタイムカプセルっていうの昔からやってて、7000人ぐらいの時かな、10万人行って掘り出して達成しましたってやったわけですよ。で僕今回10万人になった時に100万人のために行って公園にね埋めたわけですよ。10万人のタイムカプセルもそこに埋めたんだ。そうだね。で100万人の時も同じ場所でやろうって思ってたんだよね。見つかんなかったからね、そこはずっと。今からちょっとまあ行きますけど、このタイムカプセルでも一回掘り起こしてしまってるんで、継続して使うわけにもいけないし、一番最初に手に取るのが俺らであってほしかったじゃん。ゴミが入った。泣いてたじゃないの。憎しみとかそういうのはちょっとなくて悲しい。子供たちが掘れないような深さまで掘って入れたんですけど、そこの場所が分かんないようにっていうふうに言ったんだけど、まあその子たちの動画に映ってる限りでは周りもね映っちゃやってるし、タイムカプセルとしてはもう使えないわけですよ。まあでもね、でもね、僕たちがその公園に埋めたっていうのはもちろん最初からリスクを伴ってるっていうのもあるので、掘り起こされるっていう事実はしょうがないんですよ。ただそれが YouTuber がこの動画でねこう映して掘り起こしてるのか、子供たち遊んでて見つけちゃうのかっていうのがもう全然そこで違うわけですよね。最初から分かっててブラジルまで行きますって言ってるかもしんないし、本当に分かんなくてね、動画の最後でもすいませんみたいなことは言ってるから、分かんなそうだ。本当分かんない。ただただ本当にショックです。100万人用のタイムカプセルも楽しみにしてくれてる人がおるから、掘り起こさなきゃいかんねんってあれは。絶対見つからないような公園に埋め直そう。まあ、どうなってるか分かんないですけど、まあ早く僕たち行かないと、誰かね、その動画見て、掘り起こしちゃうかもしれないので、その公園にね、どうなってるか行ってみたいと思います。はい、例の公園に着きました。はい、掘り出していきます。行きましょうか。あった、あったー。ちゃんと戻してたみたいですね。はい、中は、あ、紙はあるよね。リウム変えましょう。それが一番俺らにとって、うん、納得できるんかもしれない。なんでこんな癖んだ、ここらへん。絶対、フンあるでしょ、これ。手元だけしか今回映さないんですけども、ここ掘れるとこあったんで深いところを埋めたいと思います。で今回はまたちょっと心機一転変えたんですけど、はい、このサバ味噌ね。で賞味期限が2019年1月の1日、結構長くて2020年とかあったんだけど、一番ね短いやつね。でここには一応ね登録者数とか、まあ、総再生回数とか20万人で埋めたっていう新しい気持ちね。やります。よし、ということで、いつかねまたこいつが2年後までにはね、このだからサバ缶が食べれるまでにね、うん、取り出しましょう。